はい、こんにちは。今回はね、このイコというゲームを実況していきたいと思います。でね、このイコっていうゲームなんですけど、結構前のゲームで、あのね、なんかこの主人公の名前がイコっていうらしいんですよね。で、そのイコ、その主人公のイコが、この今映ってる、後ろに映ってるね、お城に生贄としてね、置いていかれて、そっからなんか脱出するみたいなね、そういうゲームらしいんですけれども、とりあえずじゃあ始めていきますかね。じゃあね、まあバイブレーションはありの方がいいよね。ちょっとね、操作確認とかでちょっと触りだけは見たんですけれどもね。このね、船にね、そのイコくんが乗ってるんですよ。ちょっと見えないかな。これね、このお城、この建物がすんごいなんか綺麗だなーって思ってね、このゲーム買ったんですけど、もうすごい、ゲーム屋さんでおすすめするのもわかる、この綺麗さすごいよね。中古で買ったんですけどね、結構昔のゲームらしいけど綺麗だよね。てかイコくん映らないな。あのちょっとうっすら見える、うっすら見える。そう、なんかなんだっけ、角の生えた子供はこの後ろになんか生贄に連れてこられるみたいな、そういうストーリーらしいですね。この主人公のイコくんは13歳らしくて、いいね、13歳、いいじゃん。中1ぐらいかな。でも中1で生贄に連れてこられるってすごいかわいそうだけど、この人はちょっと怖い。この人も角生えてんじゃねって思ったんだけど、あれいいことだね。多分そういうかぶり物だね、あれは。これ結構ハイテクだよね。電気で稼働するよ、全部。ほら、電気で開く。このね、このカプセル、昔なんかこういう、なんかコナンの映画でこういうのあった気がする。カプセルの中にみんな入っちゃうみたいな。これこうやって、こんなね、こんな狭いところにさ、これ村のためとか言って置いていっちゃうんですよ。ひどい。これひどい、ひどいよ、ひどいよ。ほら、置いていっちゃうんだよ、まったく。まったくもう。ねえ、これかわいそうだよね。他の周りのカプセルもきっとこんな風に置いてかれた子たちが入ってるんだろうけど、ほら若いね、13歳はやっぱり。無茶を。でもね、なんか角の生えた子供っていうのはなんか他の子供より丈夫っていう設定がねあるらしくて、これもきっとね、うん、大丈夫なんだろうけど
で、これが多分あれですね、気絶して見てる夢みたいな。夢かってね、夢落ち。で、ここまで、で、こっから動けるんですけどね、私ここまでちょっとね、操作確認のためにやったんですよ、見たんですよ。これすごい、すごいジャンプするんだよね。で、こうやってジャンプもできて、で、こうやってね、周りをこうぐるっと見渡せる。ね、酔うからあんまりこれはしないと思うけど。そんなところかな。あ、それでなんか、何こうやって、おーいって。13歳にしてはなんかちょっと、なんか、こもってる。こういう子もいるかな？ね、こういうとことか。こっからはね、ちょっと、どう進むか分かってないんですけど、なんか説明書を見ると、このイコくんと、なんか、謎の少女がね、いて、その二人で一緒にこのね、お城みたいなところから抜け出すみたいな話なんですよね。だけどさ、さっきの真っ黒いやつがその女の子なのかな？ね、ちょっとわかんないけれども、よいしょ。これ上行っていいのかな？下にドアあるな。下も後で見るか。これ、あ、これか？これか。これっぽい。よいしょ。あ、それで下が開くのか。ナイス。なるほどね。よし。行くぞ。よいしょ。あれ。よっこらしょ。とう。あ、痛そう。丈夫だからね。高いところから落ちても大丈夫って説明書に書いてあるんですけど、なんかすごい、奈落の底みたいなところはダメらしいね。これ。え、これ、火とか触れるのかな？え、とう！あ、なんもなかった。なんもなかったぞ。よいしょ。登れない。よし。とりあえずはまあ進むしかないよね。セーブできるとこぐらいまでは行きたいんだけどな、今回。とう！やっぱつかめる。あ、すごい！13歳若い。13歳って若いよね。あ、いいね。ちょっと。あ、いいね。13歳。13歳って若いよね。これそっちに行けないかな？ちょっと行き過ぎじゃない？飛べない？ちょっと何その一発芸、ちょっと、登ってるふりみたいな、なんか。ちょっと待って、降りる。降りて、そっちに飛べないかい？ありゃ？ちょっと待って。お。あ、こうか。こうだよね。あれ？押したままかな？あ、飛べた。あれ？ちょっと待って。そこ行っちゃうの？ちょっと待って。あら。ちょっとなんかさ、なんか、飛べそうなところあったから、そこに行こうとしたらなんか窓に飛んでちょっと。え、いいのかな？あ、なんか橋もある。ちょっと待って。周りを見渡そう。周りを見渡しますよ。あ、なんかあるよ。これなんかあるんじゃないの？スイッ。ブロック。
バレー部、私中学校の時バレー部だったんですけどね、これこのひたすらねブロックの練習ね、こうやってこうやって走ってきてブロック、懐かしいね。よく飛ぶわこの子は。もうよいしょ、なんかね橋も橋もなんかこの橋もあれだね、体育館の端っこにあるやつみたいだね。すごいあるじゃん、なんかすごい登ると怒られるやつ。よいしょ、あいたこれ壁にうわーうえーってなる壁で、よいしょっと、向こう側に行けそうだな。こういうとこどこ、登れない、登れないか。あれここなんもなくない。うわーちょっと落ちた。あら、あ、上に行けそう。え、上に行けそうだね。螺旋階段みたいな、螺旋階段みたいな、行けるな。こう、あ、橋もこっちにもあんじゃん。なんだよん。よいしょ。よいしょ。よし。とりあえずそのね、説明書にも書いてあった女の子を見つけないといけないよね。そう、そうそう。このゲームね、その女の子となんか手をつないでね、こっから脱出するみたいな、すごいドキドキする。手つないでたなんて。ドキドキする。もう手なんていつ以来つないでないだろうか。保育園かな保育園かな、わ、私は。これ。よいしょ、この幅跳びを見ると、64のマリオを思い出すね。よいしょ。よいしょ。よいしょ。あれ？ん？あ、これか。よこれしょ。よし。いいよ、いいよ。いいね、いいね。いいね、いいね。サクサクだね。サクサクっていうか、一本道しかないんだけどね。よし。いける、いける。さて、一番上まで登ったらなんかあるかね、しかし。普通に走ってきちゃったけど。これさ、あ？あ、あ、これか。お勉強、勉強のことは？ああ、何語？すごい、コミュ力が高い。コミュ力。あ、なんか光の加減ない。何してるの？お大陸、音材が。優しい。コミュ力が高い。すごいね。あれ？でもここ落ちてない？ちょっと待って、向こう側？あ、これ来た。これ、伊達にね、ゲームをね、小さい頃からやってません、私はもう。ここの窓がね、ぶっちゃけている。これを見逃しません、私は。外から行きますね。これ来た。これはいい。これも外だけど。あ、でも高いのか、ここ。あ、すごいよ、ほら。おー、わー、でかいなー。てか、脱出したとしてもなんか川っていうか海っぽいけどね。大丈夫、イコくん。こうやって。あ、そうだ、注目ボタンもね、ある。あ、イコくんこっち見てる。こっち見てー。ん？なんかイカした、前掛けしてるね。前掛け？お、なになに。あ、登ってるけど、そこ違くない？ここ違うよ。よいしょ。こっちじゃない？よいしょ。横らしょ。よし。飛べ。よし。でもさ、どうやって下ろすのかな？こう、お、見える。お、見え。見えない。惜しい。ちょっともうちょっと角度がね。ちょっともうちょっとね、正面から見ればなんとかなったな、あれは。これかな？これ。よいしょ。おお。ハイテクだな。大丈夫これ。下にドーンってなんない。大丈夫。
これ早く行ってほいのかな。ちょっと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 あー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 あああ痛い痛い痛いね。ちょ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 これ飛べ、あれ飛べない。こっからこっからせい、おーおー危ね危ね、刺さる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 よ。大丈夫かなこれ。急いで急いで行った方がいい、急いで行った方がいい。ちょっとちょっと、うおーうおー、これ螺旋螺旋帰った。大丈夫ちょっと、あーあー大丈夫そうかな。長いよ。ダッシュダッシュダッシュ。こっからもうはしごなんて使わずに降りれるでしょあなた。おすごい、おすごいね、モテるよこれ。こういうこういうね、こういうさこういうさこういうちょっと体育のさ時間にさ、こうやってピョーンっつってこうやってふざけてる男子がねモテるんだよ。まったくリコくん手足も長いからこれはもう、ああモテるな、モテるタイプだわ。おあったけど、あこれちょっと待って、ちょっと待って、あーちょっとおーいおーいおい、えなんか言った、なんか言ったよ。ああーいいね、白いね生足。なんかさっき言ったけどな、お、なんか言ってる。あれなんかやだ、やだって言ってない？首横に振ってるよ。ちょっと、ちょっと上を見上げるんだ、イコくん。そこ、そこで、上を見上げろ。上を見ればなんかこう、お、お、お。いやでもな、これな。見えないか。この下が金網だったらちょっとね、見えたかもしれん。てか、こんなことしてる場合じゃなくない？ちょっと、降りてよ。降りないの？ちょっと待ってね。あ、ここでもしかしてさっきの、さっきのはしごかな？よーし。まったくもう、よいしょ。しょうがないな。このイコくんが、殺して死んぜよう。殺して死んぜようね。よいしょ。ちょっとここ。助走つけたいんだけど。ちょっと待ってね。待ってね。こう来て、おー来て、うりゃーっよし。あーあ。あらあら、ひどい。あらあ。ひで、ひどい。お。なんだ、棒が。お、あ、音楽が、音楽がいい。音楽がいい。あ、なんか、見えない。かわいい、なんか。何語？何語なの？なんか大丈夫？そう、生贄なんですよ。ちょっと待って、怖い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 。そんなこと、おうおう言ってる場合じゃなくない？ちょっと待ってって、これでしょきっと、これちょっと待って、拾えないちょっと待ってどこ、これくら、うら、なにあなた、ご飯ですよ。ちょっとご飯ですよ。ご飯ですよ、やめて。ちょっと、大丈夫？また出てくる？ちょっと、なんか、海藻類だな、あいつは。海藻類だったね。大丈夫？あれ？ちょっと、お？あ、これ踏んでますね。踏んでる。ちょっと待って。これは、丸ボタン押してもなんもなんないよ。まさか殴らないよね。ちょっと待って。あ、手をね。あ、いいじゃない。今の何？君を狙ってた。
ドレスしよう、おばば。優しい優しい。え、じゃあ手つなごう。あれ、ちょっとコミュ障、コミュ障の握手。あのちょっとイコくん、その棒でどこ刺してんだ。ちょっとあなたダメだよ、そういうことしちゃ。でもかわいい。ちょっと見たい、見てたい、この子の様子を。かわいい。でも言葉わからないの大変だね。うわ、白い、かわいい。あ、かわいい。髪の毛をかき分ける仕草がいい。これずっとね、手つなぐボタンを押してなきゃいけないんだ。あ、いいね。いいね。あ、いいね。いいね。あ、え？これ走ったら大変じゃない？ちょっと。あ、これなんか保育園の頃、こういうことしてなんか腕抜けた子いたな。大丈夫？腕ちぎれない？とりあえず行くか。てかこの子さっき真っ黒だった人じゃないのかな？違う？ちょっと一回入ろうぜ。これよいしょよいしょ。ここで二人で暮らそうっていうゲームオーバー。でもいいなー、13歳と手つなぎたいもの。もう、あ、びっくりした。こんな変なこと言ってるから怒られた。どうやったの。この子がいると開くのかな。これ置いてったらどうなるんだろう。ついてくる。ついてこない。怖い。これなんかまたあの人、あのご飯ですよが来るから。あ、壁にぶつかっちゃった。おん？これ呼べるのかな、もしかして。おいで。あ、来た。そういう感じか。なるほど。じゃあ行きますか。よいしょ。おお、引っ張り上げていく。ここはさすがに手、あ、離すね。登れる。ほらここで。あ、いいね。あ、いいですね。いいです。いいね。あ、ちょっと落ちるよ、そこ。大丈夫？てか、普通に進んでるけど、なんもない。ないぞ。いいのか、進んで。ちょっとこんな至近距離で、そんな来いよ。やっとなんか外。うわー、いいね。すごい鳥肌立った。あ、これがあれか。なんか説明書に書いてあったよ。セーブできる椅子。かびてるね。かびてる。じゃあセーブしよう。これちょっと、あれ、ちょっと待って。何それ。助手席は私が座るんですけど、みたいな。隣来い。別にこっちでもよくない？ちょっと座らしてよねえ。これ大丈夫かな。セーブあるってことは、あー、すごい、なんか、怖い。これいきなり崩れたりするやつだ、きっと。じゃあ一回ここで終わりにしよう。よし。あ、座れた。お前も横座れや。ちょっと膝じゃない、肘の乾燥が気になる。ちょっと待って、これどうやって座らせんの。座って。そう。あ、いいね。手つないでんのかな、あれ。あ、いいね。あ、すごい。10個までね。じゃあ今回はこの辺にしよっかな。ね。じゃあ次からはもう、本格的にこの子。名前わかんないな、そういえば。この子とね、手つないで。いいなぁ、手つなぎたい。13歳と。ね。この二人で冒険していくってことになるんでしょうけど、いいかな。セーブ長いね。古い橋、
古い橋ね。なるほどね。いいね。じゃあ次回に続きます。